へへ、耳飛んでるよ。行こう、プチグリフォンさん。お空の向こうまで、ゴーゴーゴー。耳とプチグリフォンさんは最高のお友達。ずっとずっと一緒だよ。お兄ちゃんどう？耳、かっこいいかな？お姉さん、できてるかな？ほんとに？やったやったー！耳が大人になったら、お兄ちゃんと一緒に遠くまで行きたいな。はーやくおっきくなーれー。これまでお兄ちゃんに助けてもらってばかりだったけど、今度は耳がお兄ちゃんを守ってあげるね。わあ、プチグリフォンさん早い。お兄ちゃん、早く早く。耳ね、お花の冠が作りたいな。できたらお兄ちゃんにつけてあげるね。パパとママとお友達と動物さんとお花さんと、あとお兄ちゃん、全部耳の大事なものだよ。ここ内緒のお花畑なんだ。でもね、お兄ちゃんには特別に教えてあげる。だって大好きなんだもん。耳もプチグリフォンさんもお兄ちゃんのこと大好き。一緒にいられて嬉しいな。お兄ちゃん好き。ぎゅー。お兄ちゃんもぎゅーして。赤、白、黄色、綺麗に咲いたお花さん。虫さんぷーん。蝶々さんひらひら。うさぎさん、猫さん、犬さん、みんなみんなお友達。お兄ちゃん、ミミと遊んでくれるの？やったー！嬉しいなー。ミミね、お兄ちゃんのこと大好き。ウサギさんもお花さんもみんな好き。お花さん綺麗。虫さんもいる。わ、
ちゃんたちのところに行かなくちゃ。まっすぐまっすぐ、あれどっち？え、お兄ちゃんも一緒にいてくれるの？ありがとう。あ、待って、先に行かないで。お兄ちゃん、離れないように手つなごうよ。こっちかな、それともこっちかな。
夫だよ。お兄ちゃんが助けてくれるよ。お兄ちゃん、あのね、ミミたち降りられなくなっちゃったの。どうしたらいいかな。ここから飛び降りるの？お兄ちゃんが受け止める？無理だよ、怖いよ。わかった。お兄ちゃんがそう言うなら、ミミ頑張るね。それじゃあ行くよ。お兄ちゃんちゃんと受け止めてね。1、2の。お兄ちゃん自信持って。ミミはお兄ちゃんのこと信じてるよ。それじゃあ行くよ。お兄ちゃんちゃんと受け止めてね。1、2の。寂しくないよね。今日は
飼い主さん見つからなかったけど。チョビちゃん、やっと見つけたわ、チョビちゃん。心配したのよ、本当に。ああ、もしかしてこの猫さんの飼い主さん？ええ、広場にいたら肩車されてるあなたが見えて、抱っこしてるのがうちのチョビちゃんだって気づいたの。そっか、お兄ちゃん、猫さんをみんなに見てもらうために肩車してくれたんだ。チョビちゃんが見つかってよかったわ。お嬢さんたち、本当にありがとうね。飼い主さん、見つかってよかったね。でも、もう猫さんと一緒にいられないんだね。ちょっと寂しいけど、でもお兄ちゃんがいるから平気だよ。ねえねえお兄ちゃん、帰りも肩車してくれる？してくれるの？やったー！お兄ちゃん、これからもずーっとミミと一緒にいてね。久しぶり。元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。うん？何よその心配そうな顔。信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。お兄ちゃん、お買い物手伝ってくれてありがとう。今日はね、お母さんのためにお誕生日プレゼント買いに来たの。ミミね、たくさんお手伝いしていっぱいお小遣い貯めたんだ。お母さんが喜んでくれるもの見つかるといいな。かわいいものがいっぱい。このうさぎさんのぬいぐるみかわいい。わ、こっちにもかわいいぬいぐるみが。え、プレゼント？そうだった。お母さんへのプレゼントを探さないと。何がいいかな。ああ、このモコモコのリボン、お兄ちゃんに似合うよ。こっちのカチューシャもお兄ちゃんにぴったり。え、目的が変わってる？そうだよね、お兄ちゃんじゃなくてお母さんに似合うものを見つけるんだった。でもお母さんがいてくれないと何が似合うかわからないよ。お兄ちゃん、どうしたらいいの？
喜んでくれるかな。お兄ちゃんとお母さんは全然違うよ。でもお兄ちゃんの言うことだからやってみるね。どれならお母さん喜んでくれるかな。あ、このネックレスお母さんに似合いそう。いくらかな。すごく高いよ。ミミのお小遣いだと足りない。あ、こっちの指輪もかわいい。これなら買えるかも。こっちはいくらかな。指輪もお小遣いじゃ足りないよ。どうしよう。お母さんにぴったりのものだとどれも高くて買えないよ。お母さんのために頑張ってお小遣い貯めたのに。お兄ちゃん大丈夫ってどういうこと？お金がかからないプレゼント？そんなものあるの？え、お兄ちゃんどこ行くの？待って。お兄ちゃん公園で何するの？わあ、お花がいっぱい。こんなにたくさん積んでどうするの？あ、わかった。お花をプレゼントするんだ。え、違うの？見てればわかる。お兄ちゃんお花編み編みして何作ってるの？これネックレスだ。お花のネックレス。さっきのお店にあったネックレスそっくり。そっか、お花のネックレスをプレゼントすればいいんだね。耳も作る。お兄ちゃんのおかげで素敵なプレゼントになるね。ありがとう、お兄ちゃん。ミミね、お兄ちゃんのこと大好き。はい、お疲れ様。今のはね、あんたとミミちゃんの記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。懐かしかった？まあまだわかんないか。にしてもミミちゃんって実際の年齢よりずいぶん幼い子よね。母親に誕生日プレゼントをしたいっていうのは微笑ましいんだけどね。でもそのためにお手伝い頑張ってお小遣い貯めるって、つまりそれって元は親のお金じゃない？まあ親としてはそれでも嬉しいんでしょうね。私には親の感覚なんてわからないけど、誰かのために頑張る人は散々見てきたから嬉しい気持ちはわかるかもね。ともかくミミちゃんはぼーっとしてるから、保護者としてあんたがしっかり見守りなさいよ。あっちならただの迷子で済んでも、こっちではどんな危険な目に遭うかわからないんだから。さてと、忠告もできたし今回はこの辺にしておくわ。じゃあね。あれ、ここはミミ眠っちゃってたみたい。お兄ちゃんもさっきまで寝てたの？ミミね、なんだか不思議な夢見たよ。お兄ちゃんとお母さんの誕生日プレゼントを選んでたの。え？お兄ちゃんも同じ夢見てたの？すごい！不思議だね。でもお兄ちゃんと同じ夢なんて嬉しいな。え？最後なんて言おうとしてたか？それは、
の聞き間違いだよ。ねえねえお兄ちゃん、夢の中だけじゃなくてこっちでも一緒に遊ぼう。
わーい、ふわふわプンプンプン、キュキュ。うん、ミミも楽しいよ。お兄ちゃんも早くこっち来て、一緒に遊ぼう。あれ、お兄ちゃん、いっぱい人が来るよ。お、プチグリフォンがいるって情報は本当だったみたいだな。よし、早速捕まえちまおうぜ。なんでプチグリフォンさん捕まえちゃうの？あ、なんだこのガキは。あいつの毛皮は高く売れるんだ。国からは禁止されてるけどな。分かったらどっか行きやがれ。プチグリフォンさんの毛皮？そんなことしちゃダメ。かわいそうだよ。めくそ、うろちょろと鬱陶しいな。邪魔すんな。邪魔しようってのか。そこをどけがれ。口ほどにもね。そこでぶっ倒れてるんだな。これで邪魔者はいねえな。じゃ、さっさと捕まえちまおうぜ。やろってのか。しつこいやつだな。お兄ちゃんがあの人たちを引き止めてくれてるよ。プチグリフォンさん、今のうちに逃げて。ん？この鳴き声、そっちにもプチグリフォンがいるのか。てめえかよ、俺たちを騙しやがったな。喧嘩売ってんのか。お兄ちゃんがあの人たちを引き止めてくれてるよ。プチグリフォンさん、今のうちに逃げて。わあ、急にどうしたの。ミミと一緒がいいの。いいよ、一緒に逃げよう。背中あったかい。おい、あいつら逃げようとしてるぞ。そうはいくか。ネット銃を撃て。うわ、ネットに捕まっちゃった。プチグリフォンさんも動けなくなっちゃった。こうなったら耳の剣で。あのガキ。すごい。ミミ、お空飛んでるよ。お空を飛ぶよ。パッタパッタピョンピョン、どこまでも飛んでっちゃうよ。
ありがとう、お兄ちゃん。もう大丈夫だよ。落ちてた枝が足に引っかかっちゃったから転んじゃったんだ。もっと注意しないと。ミミ、よく転んじゃうし、すぐ迷子になっちゃうの。もっとしっかりしたお姉さんになりたいな。例えば、みそぎちゃんとか京香ちゃんみたいになりたい。二人とも耳よりしっかりしてるもん。耳はもっとしっかりしないとダメだよっていつも怒られちゃうんだ。そうだよ、似てたのかな。二人とも耳が困ってるといつも助けてくれる大事なお友達だよ。みそぎちゃんも京香ちゃんも大好き。違うよ、今のは京香ちゃんだよ。みそぎちゃんはね、耳もたもたしてると置いてっちゃうよっていう感じだよ。二人とも耳が困ってるといつも助けてくれる大事なお友達だよ。みそぎちゃんも京香ちゃんも大好き。え、どういうところが好きなのか。みそぎちゃんはね、ちょっといたずら好きだけど明るくて元気でね、いつも楽しそうなところ。どんな風に元気なの。それじゃあさっきみたいに真似してみるね。みそぎだよ、キャハー。よーし、お兄ちゃんにいたずらしちゃうぞ。頭のリボンつけて、服にレースつけて、ふわふわ可愛くしちゃうよ。え、みそぎちゃんならもっとすごいいたずらするの。どんないたずら。落とし穴とかたらい。ミミ、そんないたずらできないよ。みそぎちゃんみたいになるのは難しいよ。え、今度は京香ちゃん。京香ちゃんはね、優しくて頭が良くてちょっと怒りっぽいけど、ミミのために注意してくれるから大好き。どんな感じかっていうとね、京香です。人参は美味しいですね。それに栄養が豊富なんです。それからうさぎさんはとっても可愛いです。猫さんもリスさんもみんな可愛いですよ。どうかな、京香ちゃんに似てた。本当？嬉しいな。そうじゃないよ。可愛いかどうかじゃなくて、似てたか似てなかったか聞いたんだよ。京香ちゃんみたいに頭のいいお話ししたかったけど、あんまり上手にできなかった。そんなのわからないよ。でも京香ちゃんなら答えられるよね。京香ちゃんみたいに頭のいいお話ししたかったけど、あんまり上手にできなかった。京香ちゃんみたいになるのも耳には無理だったみたい。お兄ちゃん、そのままでいいってどういうこと？ミミ、このままじゃダメだよ。いいところ全然ないもん。ミミにもいいところいっぱいある。本当に？どこどこ？優しいところ、いつも笑顔なところ、動物さんを大事にするところ。そっか、耳にもいいところあったんだ。お兄ちゃん、耳のこといっぱい知ってるね。お兄ちゃんに褒められるとこのままでも大丈夫って思えてきちゃった。ありがとう耳ね。
お兄ちゃんのことも大好き。さんだけど一生懸命前向きに頑張れる子だから、あんたも応援してあげなさいよ。
あっちの世界の夢の中だけでなくて、こっちの世界でもね。それじゃ、またね。ここんとこ忙しすぎて体がガタガタだぜ。嫌になるぜ、まったくよ。まあね。でもそれだけ商いが順調ってこった、贅沢な悩みだぜ。まあ俺のことはいいんだけどよ、女房と子供に構ってやれなくてな。旅行とまでは行かなくても、たまにはどこか連れてってやりてえよ。そいつはお気の毒だな。あ、そういえばここからしばらく行ったところ丘がすげえ絶景スポットだって聞いたな。なんでも見渡す限り一面の花畑を一望できるって話だぜ。へえ、そいつはいいこと聞いたな。そこなら子供も女房もきっと喜んでくれそうだ。あ、いやダメだ、その近辺に最近危険な魔物が住みついちまってるんだっけ。なんだよ、ぬか喜びさせんなよ。悪い悪い、今はがっつり働いてもっといいとこ連れてってやんな。おじさんたち行っちゃった大丈夫みたい、もう出てきていいよ、プチグリフォンさん。
見つからなくてよかった。おじさんたち何かお話ししてたね。確かお花畑が見られる絶景スポットの丘。でも怖い魔物さんがいるから行っちゃダメなんだって。そんな怖いとこ見に行きたくないな。全然行きたくないよ。本当に行きたくないんだよ。だからね、だからそんなことないよ。ミミ、綺麗な丘になんか全然行きたくないし、お花畑も興味ないからね。本当だよ。嘘ついちゃった。ミミ、本当は綺麗な丘に行ってみたい。お花畑見てみたいな。お兄ちゃんとプチグリフォーさんと一緒なら絶対すっごく楽しいもん。でも丘に行ってもしお兄ちゃんやプチグリフォーさんが魔物さんに襲われちゃったら、そんなのダメだよ。だからミミは我慢しなきゃいけないの。ミミはお姉さんだから我慢できるもん。ねえお兄ちゃん、それより早く遊ぼ。何しようかな。いいよミミ、全然丘になんか行きたくないよ。本当に行きたくなんか、ごめんなさい。ミミ、嘘ついちゃった。本当は行ってみたいの。でもミミのわがままでお兄ちゃんやプチグリフォンさんがお怪我しちゃったら嫌だもん。本当に？でもプチグリフォンさんもいるんだよ。お兄ちゃんが大変だよ。ミミ、お姉さんだもんね。任せてプチグリフォンさん、ミミがついてるからね。プチグリフォンさんも喜んでる。それじゃあ丘に向かって出発。Woo-hoo!
獣さんが驚いてる。今のうちに。お兄ちゃんも早く。あとちょっとで逃げ切れるよ。頑張ってね、プチグリフォンス。うわあ。それじゃあプチグリフォンさん、ちゃんと見ててね。ウサギさん、ウサギさん、ぴょんぴょこぴょーん。お兄ちゃん、あのね、お手本見せてたの。プチグリフォンさんも一緒にぴょんぴょんすればまた飛べるようになる。
るんじゃないかなって。そうだ、お兄ちゃんも一緒にぴょんぴょんしてほしいな。みんなでぴょんぴょんすればプチグリフォーさんも飛べるかも。それじゃあ行くよ、ぴょんぴょこぴょん。広げたよ、その調子その調子。一緒にぴょんぴょこぴょん。うまくいきそうだったのに、やっぱりまだ怖いのかな。お兄ちゃん、耳どうしたらいいかな。やっぱり耳には無理なのかな。みそぎちゃん？みそぎちゃんはいたずらが得意で、いろんないたずらグッズも持ってるから。そっか、わかったよお兄ちゃん。ちょっと待っててね。京香ちゃんは古本いっぱい読んでるし、耳の知らない難しいことも知ってるよ。そっか、わかったよお兄ちゃん。ちょっと待っててね。お待たせー、みそぎちゃんと京香ちゃんのとこ行ってきたよ。二人の得意なもの借りてきたから、これできっと飛べるはずだよ。これはね、みそぎちゃんのいたずらグッズだよ。箱に入ってスイッチを押すと、バネが飛び出てピューンって飛んでくの。みそぎちゃんならきっとこういうの使うと思って借りてきたの。プチグリフォンさん、ミミと一緒にこれでピョンピョンしようね。プンプンプン。大丈夫だよ、ミミがしっかり抱っこしてるからね。よし、それじゃあスイッチオン。借りた5本読んでて、それから
ちゃん？そっか、ミミ、ご本読みながら寝ちゃったんだ。あ、プチグリフォーさんも寝ちゃってるね。そうだったんだ。えへへ、みんなでお昼寝嬉しいな。でも、ご本全然読めなかった。お日様も沈んじゃいそう。もうお家に帰らなきゃ。みそぎちゃんみたいにいろんなことを上手にできないし、京香ちゃんみたいに難しい語本も読めない。ミミ、やっぱりダメな子だ。こんなんじゃプチグリフォンさんを直してあげられないよ。どうしたの、プチグリフォンさん。プチグリフォンさん、頑張ってぴょんぴょんしてる。ミミのおかげ？プチグリフォンさん、元気になれたの？プツプツ。ミミが元気なかったら、プチグリフォンさん、いつまでも飛べないもんね。泣いてちゃダメだよね。ミミも頑張るから。プチグリフォーさんも絶対に飛べるようになろうね。プツプツ、キュッキュしないよ。お腹すいたよ
もらうとお胸のあたりがポカポカして安心するの。だから今度は耳がウサギさんにいい子いい子してあげるんだ。耳、お姉さんだもん。大丈夫、大丈夫だよ。よかった。ウサギさん、もう大丈夫だね。うん、ウサギさん、すぐ終わるから我慢しててね。ウサギさん、スリスリしてくれてる。いい子、いい子だよ。あ、ミミ、お怪我してたんだ。ミミ、ウサギさん抱っこしてるからお兄ちゃんにお手当てしてほしいな。それで、ミミのお手当てが終わったら今度はミミがウサギさんのお手当てしてあげるからね。珍しいわ。きっとあなただから安心できたのね。手当てまでしてくれて本当に助かったわ。あなたはこの子の恩人よ。この子もありがとうって言ってるわ。それじゃあね、可愛くて素敵なお姉さん。素敵なお姉さん。バイバイ、ウサギさん。ちょっと、ねえお兄ちゃん、ミミちゃんとお姉さんできてたかな。そっか、お兄ちゃん、ミミたちも帰ろう。しっかりお手手つないで帰ろうね。よんたったるんたった。ミミちゃん、なんていじらしいの。本当にいい子だわ。抱きしめたい。あんたの手助けもミミちゃんのサポートに徹しててナイスな距離感だったわ。ミミちゃんってばミソギちゃんや京花ちゃんと自分を比べて落ち込みがちだけど、あの優しさと純真さだけは誰にも負けないはずよ。お姉さんになるのもいいけど、それだけは失ってほしくないわね。あの子の中であんたの存在は相当大きなものになってるから、しっかりと見守ってあげるのよ。頼んだわよ、お兄ちゃん。それじゃあ今日はここまで。バイバーイ。あれ、ミミ寝ちゃったの。まだお日様が出てるのに不思議だな。そうだ、ミミね、夢
の中でウサギさん助けたんだよ。お兄ちゃんも一緒ですっごくいい夢だったの。夢の中のミミはちょっとだけお姉さんになれたけど、ミミも同じようにできるかな。お兄ちゃんがそう言ってくれるなら、ミミ頑張れるよ。絶対にプチグリフォーさんを直してあげようね。あ、そうだ。ミミたちプチグリフォーさんのとこ行く途中だった。早く行こう、お兄ちゃん。それじゃあプチグリバーさん、手を離すよ。それ、プチグリバーさん、ミミのお顔のとこくらいまで飛べるようになったね。その調子だよ、頑張って。あ、もう少しだったのに。怪我はもう治ってるんだけどな。まだ怖いのかな。ミミがそばにいてもダメなのかな。でもそれならなんで飛べないんだろう。ミミじゃもうこれ以上お手伝いできないのかな。勇気。ねえお兄ちゃん、ミミこの前の丘にもう一度行ってみたいな。うん、でも丘から綺麗なお花畑を見たら、プチグリフォンさん勇気出して飛んでみたいって思うかもしれないから、だからお願い、ミミを丘まで連れてって。ありがとうお兄ちゃん。プチグリフォンさん、ミミも一緒に勇気出すから、もうちょっとだけ頑張ろうね。
グリフォンさんに守られてばかりだよ。ごめんね、耳がお姉さんなのに。ごめんね。お兄ちゃんの不思議な力。そうだ、耳、絶対に守るって約束したんだ。プチグリフォンさん、耳、お姉さんなのに何もできなくてごめんね。でも、耳諦めないよ。耳も頑張るから、プチグリフォンさんも一緒に頑張ろう。ぴょんぴょこぴょーん、その調子だよ。ぴょんぴょこぴょーん、行こう、プチグリフォンさん。ぴょんぴょこぴょーん、ありがとう、お兄ちゃん。ミミ、行くよ。ぴょんぴょこぴょんぴょこぴょんぴょこぴょーん。プチグリフォンさん、わあ。プチグリフォンさん、スベスベで肉球がプニプニで。
兄ちゃんも猫さん好きなの？ミミも猫さんみたいに可愛くなりたいな。にゃんにゃん、お兄ちゃん、ミミ猫だにゃん。飼い主さんになってほしいにゃん。一緒にウサギさんを探しに行こうよ。モフモフでふわふわで可愛いよ。お兄ちゃん、またプチグリボーさんと遊びに行こうよ。ポポポッポキュルキュル。迷子になったり転んじゃったり泣いちゃったりするでしょ。お兄ちゃんに嫌われないか心配なんだ。ミミね、ウサギさんも猫さんもお兄ちゃんもみんな好き。でもね、でもね、お兄ちゃんの好きが一番大きいよ。お兄ちゃんがいっぱい遊んでくれるからミミとっても嬉しいんだ。これからもいろんなお遊び教えてね。ところって平気？ミミはちょっと苦手だけど、お兄ちゃんの肩車は大好き。京香ちゃんは物知りだし、みそぎちゃんはすごく面白いよね。ミミ、二人とお友達になれてとーっても幸せだよ。ミミは動物さんみんな大好き。お兄ちゃんと一緒にいつか世界中の動物さんとお友達になれたらいいな。みそぎちゃんみたいに上手にできることもないし、すぐに泣いて迷惑かけちゃうの。でもミミはお姉さんだからいっぱいいっぱい頑張るんだよ。まだちっちゃくて頼りなくて失敗しちゃうかもだけど、ミミのそばにずっといてね、お兄ちゃん。そしたらミミ、どんなことだってできると思うから。
空の向こうまで、ゴーゴーゴー。わーい、お兄ちゃんと一緒。ミミ嬉しいな。かわいい、ミミ幸せ、抱きついていいかな。のんびりゆったりまったり、あのね、ミミと遊んでほしいな。このお話大好き。ミミが大人になってもお兄ちゃんとはずっと一緒。あったか、ぬくぬく、ぽかぽか。できるかな、できるかな。うさぎさん、1、2の3、テクテクいくよ。うさぎさん、いくよ。ミミたちの全力、うさぎさんレボリューション。怖いけど頑張るよ、うさぎさん。1、2の3。にんじんさんパワーのおかげだね。ルンだった。ワクワクしてきた。うさぎさん、びっくりするぞ。うさぎさんパワー。わわわ、お菓子どこかな。ミミもやる。ミミたちの全力、うさぎさんレボリューション。負けてらんない。怖いよ。うさぎさん、ミミもやる。それ、ぐるぐるうさぎさん。次の自信作、未来結構だよ。ハロウィンで楽しいね。君、頑張ろうね。びしょ濡れだ。ミミもやる。ミミたちの全力、うさぎさんレボリューション。負けてらんない。トリックハート、みそぎの自信作、未来結構だよ。探検楽しいね。ミミも分かってきたじゃん。真面目に頼むわね。できるかな。
するぞ。私だって元気に食べよう。びしょ濡れ学習の成果よ。コスモブルーフラッシュ。京香先生、冷たいです。コミナーさん、えい、トラップの出番だよ。びしょ濡れ京香見てて。はい、トリックハード。急ぎの自信作に急ぎのお手柄ね。ミミもやる。ミミたちの全力、ウサギさんレボリューション、負けてらんない。京香ちゃんすっごい。ミミもよく頑張ったよ。主様、お仲間のさらなる力を解放する方法が見つかったようです。希少なアイテムを集めていくことでお仲間の力を高められるようでございます。様々な冒険が待ち受けていることでしょうが、主様とならば必ず乗り越えられると信じております。それでは早速参りましょう。ここに来るまで何度危ない目にあったことやら。たくさん強い敵と戦って私たち頑張りましたね。それでコロスケ、次は何をすればいいの？聞き及ぶところによると、最後の試練は大いなる力を持つ自身の影を打ち倒すことのようでございます。強大な影を倒すことにより大いなる力を我が物にできるとのことです。なるほど、ちょうどいい腕試しですね。まったく仕方ないわね。ここまで来たら何が来たって同じよ。まとめて片付けてやるわ。さすがでございます、ペコリーヌ様、キャル様ですが、くれぐれも気を引き締めてまいりましょう。
勝楽勝、やったねゆいちゃん、ブイ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 少しは強くなれたのかな。